インターバルを取っていく感じですかね。そうですね、順番変わらず。バイスがやっぱり玉キャラがしんどいところもあって、先方には、先方のロバートには当てたくないところでしょう。さあベニマルロバート、2本目先にくぐって小足を通したのはスコア選手。さあ流撃拳、ベニマルもジャンプが高いので球を飛び越えることはできるんですが、スコア選手がうまい具合に固めていますね。さあジャンプ攻撃と下段が交錯して、稲妻三段蹴り、お、これはめくりが通ってドッと残る。あ、しかし小足にしっかりジャンプ D、 勝ったのはアバオ選手のベニマル。さあスコア選手の中堅ベニマルが出てきて、ベニマル同キャラですが、ゲージ状況的にはスコア選手が非常にゲージが溜まっています。さあ大足でうまく対空してペースを握っているのはアバオ選手のベニマル。さあ半分減ってしまう、発動して EX 雷神拳、お互いにゲージを見ながらワンチャンス取りたいところですが、さあワオ選手のベニマルが非常にいい。 AND 刺して、はい、勝ったのはスコア選手の中堅ベニマル。いや、ただなかなか今リソースを消費してしまったのでスコア選手苦しいところですが、さあゲージは2本と3本投げて、さあ立ち回り戻ってフットバー、あそこから行きます。さあ突然やってきました工事 KOG です。さあ中堅バイスの ND が当たって最後ゴアフェストで締めたのはゲージ回収あってますね。そうですね、拾いも安定の立ち A で、さあさあさあ、お、一転してさっきとは逆の中堅バイスが追い詰める形。この組み合わせ結構面白い組み合わせではあるんですが、ですね、おっと確定して、お互い強いところあるんで、はい、そうですね、こう球を出し始めるとマッチアンセルですが、ですね、バイスは球抜け技があまり優れてないので、おっとゲージ温存して、ただ肉弾戦になると全然バイスの勝ちよりで、はい、お互いに、に、おお、これしっかりゲージ使いますね、はい、1ゲージで締めて透かし投げ、あー削りましたね、ジャクまさか。これはライフがしっかり回復して、はい、ライフはまあそうですね、どちらの方も満タンで、ですがゲージはイオリの方が有利ですね。さて、はい、火力的にはイオリが2回当てれば勝利ぐらいの、ですが立ち回りはマチュアが基本優勢。さあガードしてる、で、はい、これでゲージは5分ですが、置き攻めが入る。さあ、これね、次の置き攻めで、そして行きそうですね、これ行くのか、次の置き攻めの指導中断を、さあ、さあ、あ、これどうだ、スカるか、スカるんですね、あれ高めだと、高めだとスカるんです。うん、おー、今の C うまいですね、まあ、投げ抜け剣込みめくりにも対応の C で、ね、はい、非常に良かったですね、はい、さあさあさあスコアさん、あそこは確かにヘブンズゲートだと安定で拾えるんですが、ダメージ欲しさのネオマいっちゃいましたね、当たれば終わるっていう状態でしたから、さあ一進一退の攻防で、こ
これ最後ですね、2先なんでね。そうですね、はい、1-1で。さあオーダーもキャラも変えずに先方ベニマルがアバオさんですか。で、はい、で先方ロバート、はい。さあ今はい、あれヒットでまあ五分なんですけど、五分イコールじゃあ勝利打つかみたいな、はい、ちなみにガードでマイナ2なんですけどね、このマイナ2がまた絶妙なんですよね。そこでも昇竜がそこでも昇竜が結構で、ほらほら見てください、そうそう、あの昇竜のおかげでこの流れがあるという。このマイクの音、俺の方が大きいみたいな。さあロバート・バイス、2ラウンド目、2戦目は活躍したバイスなんですが、ありがとう。いやちょっと玉キャラはしんどい、はい、ですね。バイスはまあ投げキャラだけあって玉はきついんですが、一度触れてしまえば中段と駒投げのプレッシャーがね。そうですね、駒、はい、投げ小足からもね、はい、ガンガンいきますね。おーっと中段置いてたさあさあバイス火力も高いです。火力高いんで一発入れば、さあ昇竜の次のタック壊しでしたねさあ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 ロバート立ち回りがね強いんですよね。さあしっかりこれはどこまで行くんでしょう。はいはいはい、おお、もう一度で、さあオーバーキルでどこまで。さあ補正が重い感じですね。さあさあバイスは体力が1000あるので結構回復するんじゃないでしょうか。残り20秒といえど、ね、はい、4割弱ですね。バイスは一発引っ掛ければ結構回収しつつ殴れるので引っ掛けない。さあ漏れてでかい、これはでかい、これはでかい、一度でさあでかい、はい、で、ああそうそう、はい、ですが、さあベニマルの足が足が悪そうです。おっと、中段からの中段でこれは行くんですか。行かない行かないが、あさあ必要なる中段必要なるいや11さあああ大将が出てしまったのはアバオ選手より、はい、アバオ選手キャラ変えましたね。昔はレオナを入れてたんですが、そうですね、イオリにキャラを変えた。さあかといってイオリ対策はもちろん万全のスコアベニマル、おお光ってるベニマルに走っていったさあ EX ライジン剣という無法の盾を持っているのに、そうです、ね、攻めていってヒットしてコンボガードさせて有利ですね。まずありかみたいな、はい、さあでも功を制して、さあこれは使うでしょう。さあ体力半分ゲットですね。でここから置き攻めまで、置き攻めまで、でイオリはさあ死に投げお離れていったということは立ち回り勝負ですね。あーっとさあ危ない危ない、これは本当危ない。ただイオリは置き攻めまでいければ2ゲージでマックスヘブンズゲイト勝ったのはスコア2先です。おめでとうございます。おめでとうございます。さあウィナーズファイナルに先に駒を進めたのはスコアさんですね。そうですね、さあ次ウィナーズ2ですね。三橋さんを、三橋さんと僕です。So M Dash is in here in the tournament, the pre KBO 2018, and next is Koji versus Mitsuhashi. Yeah, ちょっと Koji さんのチーム好きですっていう英語コメントあったんで、ちょっとコメントしてもらいたかったんですけど、残念ながら。そうですね、やはり世界の KOF みたいなところがあるんで、いいですね、いいですね、ありがたいですね。もう僕もちょっと反応に困って今のは
さあ次はウィナーズトップ8、トップ8っていうかトップ8のウィナーズ、コージ KOG バーサス三橋選手。先ほどアバオさんは、アバオ選手はブラインドピックを利用してたんですが、こちらの始めようか。オーナーやろうか。ラウンド1レディーゴー。はい、では 1P 側が三橋選手、 2P 側がコージ KOG 選手ですね。さあ今ボタンチェック、Zarina Chan and Billy Player is in here. Okay, this. Member select. Mic test. Mic test. HP 側がコージ KOG 選手、2P 側が三橋選手。最近なんかね、強いって話題の三橋さんですね。そうですね、今回来てくださってありがたい限りです。名古屋の方ですね。はい、では第1試合スタートします。先方はマチュア VS レオナ。ダイナソー下げましたね。そうですね、多分今日嫌がって下げたのかな。まあ、なんか戦前ダイナソーを出すのみたいな変な読み合いをしてた2人なんですけど、はいはいはい、ここでは下げて、レオナ・マチュアはめっちゃうまい勝負なんですが、やっぱりレオナの方が立ち回り的には要所で強いですね。おや今度一番もうほぼパーフェクトに近い状態で1本目を取ったのは三橋選手のレオナ。さあ中堅に下げていたダイナソーですが、レオナに対することになりましたね。これは体力を生かして最初のうちに飛びたいですね。そうですね、あ、いった。三橋選手もうわ、ガード勝った。ほどほどに形成してという感じだったので、三橋選手もゲージを貯めたい。今のすごいですね、玉抜け。初見のダイナソーの中段立つ技術に驚きましたね。いや、コージ KOG選手、習いの中段みたいな感じで、ガンガン打ってくるんで、ガードが硬い。さあ、ムーンスラの光に NB から置き攻め、中段は立ってる。すごい、あそこ小足警戒して立ちたく、座りたくなるところなんですけどね。あーでも小足KOG選手も硬いですね。お、AB からあーいいよ、してはい、ゲージはもう若干三橋さんよりですね。体力も これがどうなんや、ゲージあるから触れるのかな。まあそうですね、ダイナソーも体力はあるんで、なんとか。まだ今日が雑に前に出てきてくれればダイナソーのチャンスあるんですが、橋を維持かな。そうですね、ゴブ。うわー、パイク
完全五分っすね、体力的にも。めくって荒波、わー、まあ今の奈落はまあ見えないですね。座高が高いとね、余計見えなくなるんですよ ね、 非常に持続は長い上に座高が高いので。さあこれは3人目のバース、これまた KOG 選手を象徴するようなキャラですが、そばからストレイハンド、ストレイハンド、ストレイスカホールドはさすがに通らないですが、きっちり牽制をしたい。一辺乗られるとバース本当にしんどいんで、なんとかしたいところですが、下がってストレイハンド、まあ、これは確定ですね。バースレイを刺して、あ、ただイオリが5ゲージイオリが出てくるんですね。三橋選手飛び通ったら即死ですね。そうですね、これはなんとか清水選手のゲージ稼ぎながら行きたいところですが、あ、これはダーククワンタから裏回って2ゲージ、あ、次でしょ、投げてイオリが生発動、多分台形発動が漏れて、さあ EX つなぐし、ガードさして前な位置で、しかも中段なんで強いんですが、ただこれはイオリは体力戦なんでちょっと足りなかったですね。ちょっとお見せできないのが残念でしたが、2度目の大喜び、コージ KOG 選手大喜びしております。スコアバウト KOG is in this tourney and in losers is there's K2 winning 9th at EVO this yearYeah, score about KOG. さあ、今度はダイナソーを先方に。いや、先ほどからイヤリングにしゃがりを刺すのが本当にうまいですね。まあ、今回食らってるんですが、これは体力900のレオナだと、おー、絶滅体ハリケーンを C 番ですね、 C 番にはガードポイントがあるので暴れを取りつつ、最後はいやー、サラトラフター本当に強い、しゃがみにも当たるようになったんですよね、 2.0 から。あ、これは暴発か、NB アンキルハンマー、これは今日がデカキャラに強いので近づけさせたくない KOG 選手がいいんですが、今のところその戦略がハマってますね。ただ体力が、おお、トニヤキをガードして、はい、おお、今回は中段通る。確かに1ゲーム目でバンバン見せてた中段を今回は控えて最後に中段、これは大将をイオリを引きずり出された三橋選手、ジャンプ通って、いや、細かいところ浩二選手が詰めてきてまして、 NB アンキューハンマーからスパークキャンして
このしゃがみ A がイオリのジャンプに非常に跳ねやすいんですが、闇払いからマックスアウト目、大きい攻めは吹っ飛ばから藤風、これ最大ですね。さあ倒せるか、吹っ飛ばから19カウントで先方のダイナソーを倒して、これは取り返していきたいところですね。中堅バース、いやもう完全に待ってますね。ああ打ってるんで、耐えつけるんで、より側はバースレを食らってないですが、ストレイハンドで十分しんどい体力。あー最後は青いバナをガードされたところをしっかり刺したのは浩二選手。次はウィナーズファイナル、コージ KOG バーサススコア。ダイナソーの弱体化が来るぞみたいなコメントが英語コメントであるんですけどいやああいうことができるのはもう日本でももう 2,3 人ぐらいしかいないと言われるぐらい本当に細かいところまで浩二選手が詰めているので、多分日本でも 2,3 人もダイナソー使いいないんじゃないですか。ちょっとあそこまで詰めてるダイナソー使いはなかなか、そうですね。いやこれは関西を代表する2人がここで激突するということで、さあそうですね、スコアさんの顔が非常に、コージさんもうちょっとカメラ下、ちょっと向け下向けてもらっていいですか。キューのシャツ着てる僕もあの先ほど福袋で買ったやつで、これって何ですか、ドット絵。これはちょっと中の敵キャラやったと思うんですけど、コージさんカメラにもうちょっと向いてみて、あいやそれぐらい、コージさん顔近づけてみて、カメラテスト笑顔でありがとうございます。スコアさんちょっとカメラテスト、ちょっとカメラに顔近づけてもらっていいですか。ありがとうございます。どこのインスタグラマーやねほんま。いいね、若いね。いや実は僕福袋を引いたら実は小倉さんのサインが当たってたっていう。転売はあかん。転売はバレるからやめましょう。そうですね、転売一本でいく。いやスパ
さあ、浩二選手、キングオブダイナソーを選択して、さあ、順番もダイナソーバースマチュア VS ロバート・ベニマル、そしてマチュア。さあ、先方コージ KOG ダイナソー VS スコア選手のロバート、序盤から殴り合いになりましたが、おお、前転から壊し刺す。ダイナソーもジャンプが高いんで結構飛び道具を抜けられるんですよね。ジャンプ吹っ飛ば投げて、スコア選手はラインを上げたところでだんだん下がりますね。さあ、飛び道具避けるのがうまい。ただジャンプ吹っ飛ばが強いので、がめくって小足が入って、おや、さあ、2ゲージ使って、そうですね、あと1割ぐらい、おお、フリを背負ってから、スポーさんの友達やめよう、危ない、まだ、そうですね、龍がね、無敵。さあ、コージ系王子選手、2人目はバース。ストレイハンドを投げて流撃拳と、ね、ストレイハンドがちょうどいい具合なんですが、さあ、先ほどアバオ先選手でも活躍したロバートが旋風脚でバース返せないんでね、しんどいところですが、バースでイスパキャンは最大前転が間に合う。おお、ダーククアンタで裏回り、しかも金 D、 まあまあまあ投げ込みですからね。さあ、いらっしゃい。あ、中堅マチャ、先ほど失礼しました、中堅マチャ VS バース。お、これはスタークラッシュからダークネスコリジョン、そしてスパキャン、集団見せる。まあ、今のは前転していても NC が入りますね。あー、見ている。これが多分勝てたかもしれない。まあ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 、そうですね。なるほど、始めようか。さあ、先に大将が出てきたのはスコアさん、ベリマル。バンからダークネスコリジョン、ゲージはあるんでね、ベニマルも。しかし暴れがうまい。表裏からスタークラッシュ、ダーククワンタでずらしていきますね。うお、ダークネスコリジョン、肩当たりするが刺激できず、 EX 稲妻三段蹴りですね。で、きっちり倒したのはスコア選手。そして対象対決、コージ選手のマチュア VS スコア選手のベニマル。ゲージ有利なのはスコアさんですが、ウッドバが入って、これは3ゲージまで使って、置き攻めは、おっ、AND 入って、しかし落としてしまう。
まあ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 。さあ生発動から、お、DX ライジン拳入って、これは。ああ、生発動した EX ライジン拳に前転で突っ込んでしまった。いや、あれはやってしまいますね。怖すぎるんですよ。そうですね。ベニマルがダッシュコマ投げがあるんで怖いんですよ。離れてるうちに抜けたいって思ってしまいますので。さあ、天を仰ぐ高知 KOG。 さあ、膝を叩いて集中。バースマチュアを外してきましたね。中堅人マチュア。先鋒戦は先ほどと同じ公式 KOG ダイナソー対スコアロバート。この組み合わせもまたあるんですが、ロバートには出かけられに対応できて、ダイナソーは玉キャリにある程度対応できるということで、組み合わせとしてはまあまあ、小路さん曰く、まあ、強くて、道具に近いようなことを聞いたことがありますが、この木攻めは、絶滅ハリケーン。今の探し体験はすごいですね。ただ、スコア選手、1ゲージ発動して、無理やり EX 絶滅ハリケーン。ねじ込んだねじ込みましたね、本当に。さあ、いらっしゃい。さあ、中堅のマチュア VS 高知ゲーム選手のダイナソー。これはダイナソーが苦しい組み合わせなんですが、スパキャンせず、やはり苦しい。しゃがみバックジャンプ C が上り中段になって逃げれるんですね。そうですね。で、追ってきたところ台形で、ジャンプフットバー早出しされてるだけでしんどいですが、マチュア同キャラ、マチュアで同キャラはね、いろいろなところがお互い刺さるんで非常に見ものです。対空したのは高知 KOG 選手マーチュア。デスペアからしゃがし、フットバー発動して EX エボニーティアーズ。エボニーの打ち合いはどこでスパキャンするか読み合いになるんですが、しっかりバックステで追いついて、今のバックステから透かしてショーデスペアも非常に素晴らしかったですね。中堅で大きくアドバンテージを稼いだのは高知 KOG 選手のマチュアですが、スコア算出のベニマルもゲージがあるので、1ゲージから透かし壊して、これはさあ、デスペア逃げてフットバーがカウンターヒット。いや、細かいところでスコア選手の NB が非常にうまい。リゲージベニー。さあ、これは対照対決、高知 KOG バースバーサススコアエニマルですが、まあ、ゲージ状況的にはバースが大幅有利とはいえ、ベニマルは全然あるんですが、DX 雷鳴塔にバースレイを刺して、しかし今度はスコアベニマルが壊したいく。1ゲージからこの発動のプレッシャーが怖いぞ。ベニマルコライダーから置き攻めは透かし壊し。勝ったのはスコア選手。グランドファイナル進出決定ですね。
ちか。次の試合はルーザーズの、はい、どちら。少々お待ちください。ああ聞こえますか？おお、コージー、コージ KOG。 ノットベニ。ああオン入ってますね。あ、大丈夫です、大丈夫です、ありがとうございます。これかな、合ってます。はい、そこのちょっと大丈夫ですかね。あれはあのいじってもらって大丈夫です、はいはい。さあ次は三橋、あ、アバオ選手対三橋選手ですね。アバオ選手と三橋選手。どちらも遠征して ご参加いただけているということで非常にありがたいお二人ですね。アバオ選手は関東から、三橋選手は愛知中部。アバオさんは実はもともと名古屋の人だったんですよ。あ、なるほど。これはということは名古屋勢の対決ですね。アバオさんは昔、ね、メルティーブラッドというゲームでかつて一緒に戦っていた戦友なんですよ。はいはいはい。彼はいつの間にか東京に行ってすげえやつになってましたね。ちなみにそのメルティーブラッドの頃のお名前っていうのを伺っても大丈夫なんでしょうか。アバソ。あ、アバソ。なんかね、よく変な名前でねえだっけな、あのケーフの時も謎の名前でなんとか太郎とかそんな名前。剣桃太郎ですね。あ、剣桃太郎さんですね、はいはい。さあボタンチェックですね、これは。アバオさん、アバオさん、カメラテスト、カメラテスト、カメラがあるんですけど、カメラに一回顔近づけてもらっていいですか。あ、カメラの方目線もらっていいですか。カメラに目線もらっていいですか。カメラに目線もらっていいですか。近づいてもらっていいですか、ゆっくり。あ、 ありがとうございます。無茶ぶり。カメラテストというなら無茶ぶり。気持ちいい。メルブラの話題入ってますよ。メルティープレイヤー、ノー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 、メルブラったことない。あ、そうですか。アバオ、イエス、アバオはメルティーブラッド、アイアブ、プレイヤー、オッケー。オッケーですね。じゃあ試合の方を移す。これはルーザーズ。いや、マブカップはまだ、この後っすね。これか。ゲーム終わったらマブカップです。お待たせしております。アバオさん、メルブラマジファンやめますって書いてますね。ポケンは最後です。さあ1ゲーム目始めていきましょう。先方はアバオ選手がベニマル、三橋選手がレオナ。そうですね、いわゆる強キャラと言われる2人ですが、先方戦はねぶつかり合いが多いんで非常に期待できると思います。ガンガン固めていくのは三橋さんの
たようなやつがベニマルコライダーで投げて表裏、さあボルテック残ってこの中段が非常に強い、細かく刻んで、ベニマルのウィナーズファイナルは終わりです。ベニマルぶつかり台だとレオナに分があるので、すがここで AND 刺して2ゲージ、ドット18カウントでしっかり倒して、これはまあ半分弱残りますね。少しは燃えさせてくれよ。ラウンド2レディーゴー。ボディがダメぜ。さあ三橋選手中堅は草薙京、ガードが硬い、先ほどの慶応実選手戦でも思いましたけど非常にガードがうまいですね。おお、ジャンプ D、しかしここですすかしベニマルコライダーからですね、バックステ奈落でしっかり逃げて、アバオ選手も時間をうまく使いたいところですね。先制技を置いて突っ込んでくるのまっすぐ、さあ発動まで行ったんですが、今のはガード後の投げ無敵が残っていましたね。駒投げを使って中堅対決、アバオ選手のバイス VS 草薙京ですね。おお、EX オニヤキ、そうですね、ちょっと端から逃がしてしまいましたが、ただ割り込みとしては極上でしょう。先ほどから中段をしっかり立つ EX ネガティブゲインからオーバーキル、マックスオーバーキル、エンディは空中ヒットしてお互い発動状態、おー、発動を通して中堅戦取ったのはアバオ選手のバイス。さあ先に大将を引きずり出されたのは三橋選手のイオリ、これ結構いい組み合わせですね。ただアバオ選手のバイスはゲージがないのでまだまだリターンは少ないか、ジャンプフットバー、アバオ選手のバイス固めて、ただ三橋選手非常に冷静ですね。鬼焼き、鬼焼きじゃない闇払いから、しかしいいサイドからの置き攻め、サイド置き攻め、鬼焼き読みか、遠視、ただ逃げ決めが AND になってしまったので命拾いした形ですね。さあ2ゲージ使ってまあここは最大限減らしに来るでしょう。さあ置き攻め、おお、ジャンプフットバー入って150ですね、回復量が。なので4分の1ほどしか体力ないんですが、ゲージは3本、エンディさあ勝ったのはアバオ選手のよりジャンプ攻撃から着地で EX くずかせまで、むごたらしく散っていけ。さあアバオ選手が1本取って2本目、2ゲーム目そのまま再戦ですね。そうですね、はい、さあ1ピガーがアバオ選手、アバオ選手で、はい、2ピガーが三橋さんのレオナですね、はい、レオナベニマル戦、レオナが立ち回りで技が強いこともあって、はい、先ほどは
アバオ選手がうまく発動差し返しから勝った気持ちなんですが、はい、今回も、はい、こんな感じで大逆転がありますからね、小足で。さあさあさあ、いい、うまい、うまい、うん、さあ、うん、さあこれでもね生きてるんじゃないですかね。そうですね、はい、さあ、決めは、うん、詐欺飛び、さああの詐欺飛びは全てをまあまあイクスライコーケンそもそも遅いんで全然大丈夫そうですね。はい、さあバイス、あでも結構体力回復しましたね。そう、32カウントだったんで、あーなんか半分、はい、うん、見た目よりめっちゃ回復してるように見える。おあれよな、ね、基礎体力が、そう、基礎体力が低ければ低いほどなんかゲージ がおしっかり立ってますね。すごい、しかも今立ったのを確認して発動しなかったっぽいですね。お互いの反応の良さが、ね、そう見えますね。さあさあバイス、イヤリングきついし、うーん、いいガード、お二度飛びから、おおおおおお、さあ小足中段は割り込む、うん、さあレオナの中段はマイナ6なんですが、バイス届く技がちょっと、ちょっときつそうでしたね今の。そうですね、はい、続いても、もうまあ発動までですね、うん、あージャンシー強いですね、ゲージを使わずにしっかり倒せましたね、はい、ですね、これはバイスにとって大きいですね。次のラウンドでめちゃくちゃゲージ使い放題なんで、体力も6割ほど、はい、十分ですね。そうです、はい、バイスも体力1000組なんで、はい、硬いと思いますね、はい、そう、さあ中段がっつり入って、さあドンドンドン、はい、ゲージを3割回収しつつ置き攻め様子見、おお、これは倒しきれるでしょう、倒しきれるでしょう、これは、あ、じゃない、スタン、そっか、スタンなんだ、あれあれスタンコンボなんですね。でここで1ゲージ使ってしっかり倒して、はい、なるほど、2回コンボ決めればスタンまでいける、バイスの魅力が、そうですね、さあ先ほどと同じで先に戦大将を引きずり出されたのがビッグダディ選手ですが、壊したいくから、はい、さあ発動、はい、これは置き攻め重視、差し返し遠心、馬場選手も先ほどから鬼焼きでの割り込みのみを警戒したおかげで、さあ勝ったのはクローネ馬場さんですね。そうですね、さあこれこのまま続きでやっちゃう感じですかね。じゃあ行くか、はい、行くか、引き続きクローネ馬場選手とコージ KOG 選手のこれはルーザーズファイナルですね。ルーザーズファイナルを行います。はい、トップ3がスコア選手がグランドファイナルにいて待っている状態、そしてこれからその挑戦権をかけてクローネ、アバオ選手とコージ KOG 選手が対決します。はい、そうです。Losers Final。Finals、so。始めようか。開始。Round 1。Ready? Go! All matches、two games first takes a game matches, so...KOF14 が終わった後にマーブル VS カプコンインフィニットのトップ8が始まります。ということでルーザーズファイナルキャラ選びでさあ選んだのはキングオブダイナソー、一方アバオ選手は先ほどと同じ
3キャラを選ばれました。さあ、浩二選手の順番は、はい、グランドファイナルまでやります。もう KOF は前半で個人戦を全て終わる予定になっておりますので、このまま全部やります。さあ、先鋒戦、阿波尾選手のレオナ VS 浩二慶王子選手のダイナソー。さあ、これはお互いに頼れる牽制技を振り合って、ただやはりレオナの小回りが非常に効くので、どちらもね、肉弾系キャラなんで、ダイナソーも全然いける組み合わせだと思うんですが、小足が強い、ムーンスラッシャー、ジャンプ2でめくって1ゲージ C 絶滅ハリケーン取ろうとしたんですが、さあ発動して飛び込んだところ、ムーンスラッシャーで迎撃。さあ、中堅浩二慶王子選手はバース、ストレイスカフォールドに飛ばれて、ダークデスコリジョンめくりたくからダーククラッシュ連発、ダークデスコリジョンストレイハンドで牽制して接近を阻みたいところです。これ1本飛び通るとね、途端に苦しくなる組み合わせなので、そうですね、うまく牽制して、ただダークネスコリジョン今しゃがみ D で潰しましたね。さあ、レオナのしゃがりは姿勢が低いので、といったところでめくりからそうですね、しゃがり姿勢が大変低いので通ってしまいました。さあ、いらっしゃい。さあ、大将浩二慶王子選手のマーチは、マーチはゲージがあるんでなんとかなると思いますが、基本的にレオナの小足が苦しい。デスペアもことごとく早出しで潰して、おー、この差し返しは非常に強い。2ゲージ使って置き攻め、小足からめくりに行く、ムーンスラッシャーもしっかり対空して、最後は小足。さあ、浩二慶王子選手メンバーセレクトに戻ってこれは、同じキャラを選んだように見えるんですが、さあ、順番も先ほどと同じ。いや、浩二選手ダイナソーのカラーを大胆にも変えてきました。金色からのダイナソー VS 阿波尾選手のレオナ、イヤリングは垂直、エンビーからアンキロハンマー、イヤリングを避けるのが非常にうまいですね。さあ、ボルテックにしゃがみダイヤして反撃、ただやはり空中戦はレオナが強いんですが、ムーンスラのスカリに発動、ただコンボはつながってないんですが、
さあうまく的わりついて崩しているのは青選手のレオナ、ギリ残って上り中段。大きなキャラは非常に食らいやすいですからね。とはいえ先ほどよりは体力を減らせたか。さあ中堅コージ KOD 選手はバースなんですが、そうですね、先ほども同じような場面があったんですが、アバオ選手が V スラッシャーを出してなかったのでそういう展開になりませんでしたが、バースレイを V スラッシャー抜けることができます。というところで EX ストレイスカフォールドを通して2ゲージ使って先方レオナを倒したのはコージ KOG選手。中堅バース、中堅のアバオ選手バイスが出てきて、さあ壊し通して、ここは置き攻め中段は立たれている。1ゲージでガードキャンセル交点で逃げたのはアバオ選手のバイス。コパン暴れがうまい。体力5分になって、これは確定で美味しいジャンプ D。 ただバイスここで中段通して31カウント、これは大きいですね。2ゲージでイーブンですが、先ほども述べたようにこの組み合わせお互いキラーポイントがあるので展開を持ち込んだ方が強い組み合わせです。中段ヤバオ選手打っていきますね。中堅バイスなので当然とはいえ中段通して、これは最後ゲージが溜まってオーバーキルまで。ということでルーザーズファイナル、勝ったのはクローネアバオ選手です。お互いのタイミングで始めていただいて大丈夫です。Yeah, Japanese players plays Marvel vs. Capcom Infinite in here, Kansai. So please wait for the top 8 after this KOF stream. さあ、ちょっと終わったばかりでコメントをいただくのはあれですけれども、グランドファイナル。スコア選手 VS クローネアバオ選手、はい、じゃあグランドファイナルやるかやるかグランドファイナル、これ優勝決めよう。いやー小池さん残念って書かれてますよ、中段当たるな、ね、中段当たるなあれ、非常に頻繁に打ってましたからね、あの最初にねちょっと遅らせ下段食らったんですよ ね、 あれすね、あれが多分なかったら元に立てたかもしれないんですけど、まあ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 、まあ、うん、そこがバイスの強いところでもあるんで、はい、さあ、これグランドファイナルなんでね、スコアさん側が、2ライフ持ってるんですね。そうですね。さあこれはボタンチェックですね、はい、
もったいなくて、ただ開けた瞬間見えるしなかったんで、なんか後で続きようと思って開けたらやることは書いてあったんですけど、じゃあそうですね、あ、なになに、あ、オッケー、わかりました、一応キャラを出して、あー、なるほど、それね、なるほど。さあさあさあ、グランドファイナルまで来てブラインドピック初めて出てきましたね。さあお互いキャラを隠していくそうです、はい。このルール先にねメモで書いてもらって、でそのメモを見つつスコアさんが先にキャラを選ぶ、はい。さあさあ、メモには何と書いてますか。あ、選ばれました、うん、はい、スコアさん選びました。バイス、レオナ、マー、うん、あ、さっきイオリいたんですが変わりましたね。そうですね、はい、あ、レオナ入れてきましたね。なるほど、イオリを抜いてレオナを入れてる、そうですね、はい。さてこれ順番がね、イオリは大将だったんですが、レオナは、レオナは先方。さあレオナ・ロバート始まりましたね。そうですね、これもまた、はい、前バージョンからあるいい組み合わせです、ね、いい組み合わせです。さあお互い実はね、調整によりちょっと弱体加点が目立つキャラなんですが、どちらもまだ戦える。さあ旋風脚の読み合いに手段、はい、ですね。旋風脚ガード後はプラス2有利なんで、確かにガード側は強気にいきたいとこですが、うん、おお、吹っ飛ばしからスラッシュセイバー、グランドセイバーか、はい。でムーンスラッシュまで、さあレオナは固めが強い、暴れ潰し、さあスカシゲダンがっつりきましたね。展開重視から、うわー、どっちかね、あれ分かんないんす、あれどっちか分かんないんす。さあここはゲージ温存からの前 B、 31カウントということで、はい、まあ、これで半分ですね。今ナイス判断でしたね。いやー、すごい、はい、あの前ビストライクアーチっていう技名なんで覚えていきましょう、はい。さあ、さあスコアさんは中堅をマチュアに変え、前ビ、ゲージを持つとお互いなんとかなるとはいえ、はい、ちょっとマチュアがやりにくい、やりにくそうですね。まあボルテックがやっぱ結構きつい。おーっと、ここで痛恨の、ただプラス3、5分さあ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 、いや、かなり、うおーワンチャン繋がってるまであんのか、あれこれは、はい、そうですね、レオナ残業どころかかなり有給まで使いこれは昇進ですね、はい、これ昇進ですね、レオナは大将、ベニマルまで引きずり出して、はい。さあ、まあ、ベニマルゲージあるんで、そう、ゲージあるベニマルやっぱ強いですからね。ただゲージは使わないさあ、さあ、あれね、結構難しいですね。投げをこすってても投げれないっていうちょうど重なる壊しですね。そうですね、まあまあまあ、まあとはいえ、はい、とはいえレオナは稼ぐ、はい、レオナの稼いだおかげで3ゲージバイス、3ゲージもあればね、十分な火力が、ここは発動して、ここは置き攻め重視、ゴアフェストから詐欺らない、さあ今ヒット確認っぽいディレイ発動から減る、そうですね、差し返しのエンディーから、はい、あーっとダッシュが出なかったか、これは行く、行きますね、これ行きますね、はい。よし、ただオーバーキル難しいんです、コマンドがおーっとしゃがみしいからビビってんじゃないよとさあ弱スプラッシュでしたね。さあ1本目取ったのはアバオ選手、今いいネタ見せてもらいました。しゃがみしい前まで結構入れたいところなんですけど、あ、そうですね、はい、あそこのスプラッシュは見えない、しかもいい具合に時間が空くんで、はい、ガードの敵がなくなりますからね、はい、投げ無敵が、初見では絶対当たるやつですね。さあ、さあスコアさんはオーダーをセレクトしましたが、おえ、なんかめちゃめちゃ変わりましたねなんか全て順番が全替え来ましたね
さあさあさあ、とりあえず多分ね、レオナを絶対止めるっていう、はいはいはい、多分そうですね、そうですね、はい、さあレオナに稼がれる前に止める、さあ、うん、開幕グランドセイバー、まあ、バイスロバートもありますからね、はい、バイスロバートも確かにやっぱ飛び道具がバイスがきつそうなんで、さあ潜られて、はい、さあさあさあ、ゲージがないのでまだ大丈夫、さあ置き攻め、ノーゲージベニマルやっぱ辛いですね、お、さあさあこれは見え、おお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 、さあ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 、さあいろいろあって、うわーこれはクリアに残りますね、さあはい、さあさあレオナの残業力が、体力強いのと思えないほど残業力だったんですが、はい、あったんですが、おっとっとっとバックジャンプ C で突かして、あーさあさあ、先ほど会心の活躍を見せたレオナがここで落ちてしまう、さあバイスがね、多分何か引っ掛けて1ゲージコン、1ゲージでは死なないから、ただこれで1ゲージでいけるようになった、そうですね、はい、そう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 、さあベニマルからだから、さあ置き攻めがつらい、さあ前転でなお逃れましたね、さあ D サイドががっつり飛ばれて、ゲージ回収ルート、そうですね、ちょっと担当者がいないので、ああそうですね、上のスコアは飾りですね、はい、飾りで、はい、はい、戦ってる方のスコアさんを見ていただければ、はい、でですね、まあ今 1-0 でアバオさんということね、はい、始めよう、 This is tournament、うん、いやこれはもう全然トーナメント、トーナメント、はい、グランドファイナルス、これグランドファイナルよグランドファイナル、ベニマル同キャラ、これはスコアさんのベニマルですね、はい、今回はスコアさんのベニマルが残業しているわ、はい、エンディ発動入って、これは、はい、さあ、サンタしてるさあ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 、順番変えただけですごいことなってる、いや先方キャラが残業する、はい、対決ですね、グランドファイナル11からリセット前なので、スコアさんはこれでリーチ、優勝リーチ、まあ、お互いにこのマッチリーチなので、ステージセレクト任務開始、どうなんやろか、さあ先方スコア選手、はい、先方スコアに戻しましたね、まだ順番変わってるそうですね、さあ、さあただ先ほどと打ってまたというべきか、はい、レオナが活躍しますね、うまい、うん、左がアバオさんで、うん、アバオ、体力は数値的にはほぼ5分、まいエンスラッシャータイクは非常にうまい、おお、後ろ側に当たって壊しから1ゲージ19カウントで倒せましたね、これは大きい、やっぱレオナを止めたのがでかいですね、そうですね、はい、非常に大きい、はい、さあロバート残業して、あ、いや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 、まあ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 、まあ、とはいえ、とはいえ、まあ2割ぐらいですかね、減ってるの、そうですね、それぐらいですね、どうだ、さあ中断は
古典、はい、さあ、ND が引っかかってバイスのいいところ出る。おっ、おお、今のいいですね、はい、今の近距離 C がなんかやたら中段にモーション似てるからってのは結構ありますね、今のは。そうですね、はい、さあ、スカシゲダン、わーっとね、ベニマル投げもあるんでやっぱりスカシゲダン通りやすいんですよね。スコアさんも先ほどから NB の使い方が非常にうまい、ナイス、決まっていった。さあ、アワオさんのベニマルが大将、はい、でスコアさんのベニマルが中堅ですね、中堅ですね。スコアさんはマチュアが大将に控えてますね。さあ、おっと、わあ、さあ発生の速い脅威合い蹴り、ゴフレなんですよね、合い蹴り。さあ、これはもうどっち有利か分かんないですねどっち有利か分かんないです。先に当てた方が勝ちますねさあ、当てるのはさあ、あっと先に発動して、EX エボニー、確定してるか。さあ、置き攻めはこれは、これは行くのか、行かない。さあ、これ逆にマチュア側がワンチャンある、マチュア側がある、あー、ゲージがないが、ぶっちゃけ五分あー、ゼロ、あーあ、キッキッチュ、さあ、さあ、EX でスペアはタッチガードしたらマイナス1です。リセット。リセットしました。さあ、ハーティアさん、ハーティアさんめっちゃいいとこで来た。今リセットしたんですよ。リセットしたんです今。はい。リセットしました。ここ。JP。ラングエッジ JP で、あ、出た出た出た。で、で今はまあ。あ、これ0-0でいいのか。で、次1とかやるときはこうやって、うん、こうやると1って出る。 OKOKOK、 ありがとうありがとう。じゃあ0にしてもらって、はい、グランドファイナルリセットからの任務開始。ほらやろか、さあ、リセットしましたが、お互いキャラクターは変わらず、キャラクター変わらず、しかも順番も変わらずですね。そうですね、はい、先ほどからスコアさんがキャラを順番を変えてるんですが、今回は先ほどと同じ、まあ、そうですね、先ほどの展開もぶっちゃけ五分だったんで、そうですねただやはりアバオさんがね、最後までイエクゼスピアに引っかからずにいったんで、さあ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 、うん、さあ前 B、 さあエンディ発動から最大、生きて生きている。さあさあ、一瞬待って小足で投げをつって下段卓ですね。中堅がバイス、バイスですね、はい、おー、スカシゲダウンから旋風脚、はい、さあ演習つってで、さあ、ロバート十分な活躍してるが、ダッシュ C 投げで崩しに行き、あれも嫌な当たり方ですね、ね、そうそう、飛燕龍神脚が先端だと結構いい感じのいい感じの硬直さになり、弱流撃、弱流撃、
さあ、今のは旋風客読みのガーキャン後転に何もせず、さらに対空まで待っているさあ、完全にスコアさん試合をコントロールしてましたね。コントロールロバート、コントロールロバートさあさあ、詳しく詳しく、マイビーは暴れつぶしになってる。でこのレベルになってくると単発暴れつぶしちゃんと確認して発動まで入れてきたりするんですよね。はい、さあ端まで囲ん でさあ、スコアさんの魂のキャラロバートが活躍が止まらないいやー、これベニマル早めに倒したいねえ。さあ使うけどでも生きてるんですよ、これは生きてる、うん、さあベニマルコライダーでゲージも稼いで体力的にもまずまずですね、はい、まあまあそこからはちょっと時間稼ぐするのが、はい、結構大変なカウントやったんで、はい、全然ありでしょう。さあさあこれね難しいんですよね。スコアさん側は雷神拳一発当たったら3ゲージまで入れていい状況なんですが、アバオさん側はそうはいかない。さあ言ってる間にこれ入れて、あとはおスコアさん攻める。さあ待つかと思いきや攻める、倒しに行ってますね。さあアバオさん側は雷神拳当てても勝てない。お EX 雷神、うん、さあゲージを稼ぎつつ次の置き攻めも読み勝ちたい。さあスカシ下段にちょっとファジー気味のジャンプで下段を逆に狩る。さあ1本取ったのはスコア選手。さあリーチをかけたのはスコア選手ですね。そしてオーダーセレクト、どちらが押したかわからないがオーダーセレクトさあ先に決めたのはスコアさん。おっとせっかくだしこれプラス1って書いとくかせっかくだし、これスコアさんが1だな。やっぱこのマウス気がいいな。スコアさんが1で、保存よし。さあスコアさん1、あベニマルが先方に先方になりました。さあそれはそうですね、はい、リセット前に1本取ったさあ R の順番なんです ね、はい、ここまで頻繁に変えられるとちょっと覚えてないんですがさあ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 ベニマルで3パテもしてたんですが、やはりねレオナがめちゃめちゃ技判定強いんで、はい、結構ベニマルの技を潰すこともあるんですがですね。でも今のは最後まで我慢したアバさん偉いです、ね、かなり偉いです今の。今も必要な EX ライジン、そうそう、うん、ガンダッシュ EX ライジンですからねあれは暴れますよ。さあスコアさんも暴れない、EX ボルテックはしゃがめるしゃがめる。 EX だからてっきりしゃがみに当たるもんだと思っていましたが、ジャックのみでしたね。ジャックのみでしたね。そして今ちょっとなんとなくジャックを出しててしっかりしゃがませないようにしてるが、イヤリング、あーが1点読み、うわーっと、さあスコアさんすべてのゲージを使い倒しに行きますね。レオナだけは許さない何が何でも倒すと、先ほど稼がれましたから ねやはり、さあさあこれは行くでしょう行くでしょう、はい、さてゲージは1本アバオさん有利の2番目のキャラはロバート。確かにロバートなら粘れるでしょう1ゲージでも。バイスはいかに近づくかですね、これは近づくかですね。なかなか D サイドも打ちづらいですね。うわっとしっかり壊したいくから、はい、やはり飛び道具のプレッシャーで大ジャンプをしてしまうんですね。飛燕龍神、うわー強旋風は当てて半角ですさあ、あー見えない、たさあ、多分シャガシーが出なかったのかな。さあ無敵のある EX スプラッシュですが弾は避けれず立ってる立ってる、うわーギリギリ溜まった。今のは偉いですね。偉い今のは、うわあ近距離 B が使ったか、うまいうまい、オーバーキルで追撃、あ
いや今のでもね弱メイヘム弱メイヘム ね今の良かったですよ。あれあそこはちょうど届く技あれしかなかったから。そうですね、はい、7個押してりゃ食らってるんで、はい、終わってたんで。はあ、いい勝負ですね。もうお互いとんでもないハイレベルですこれは。さあ、いやどうなんでしょう。ゲージも体力も五分なんですが、五分なんですが、さっきなんか何やらで何やらで勝ったのはアバオさんだったので、さあ種マチはまだ生発動はしたくない。まだこの体力このゲージはまだしたくないのか。さあ4ゲージし、まだしない。さあしゃがみ C 発動から1ゲージで締めて、さあここで発動、投げは抜けて、あーっと、ガードして、さあこれは EX ライジンで消して、ジャクマサが、さあベニマルは飛びが高いので、あああああ、さあジャクデスピアに、あれジャンプ何でした、ジャンプ何でした今のジャンプ何ボタンでしたさあねえ、一緒になりすぎて見えなかったです、ね、はい、見えなかったです。さあ、はい、いやこれこれ本当の最後です、次はこれ最後ですよ最後。さあこれめちゃめちゃいい勝負、うん、一応煽りを入れるなら関東対関西ですこれは。さあ関西が死守するのか関東に優勝を持っていかれるのか。この前の KU フェスではスコアさんが関西から行って関東の優勝を取ってきたので、これ逆パターンありますね、はいはいはい、逆パターンある、ありますね、はい、もしくはスコアさんの2連覇もある。さあ泣いても笑ってもこれは最後ラストステージ、バースステージですねもう本当にラストです、ラストですこれは。しゃがみし、うわっとな、ムーンスラが潰れた。いや確かに潰れるんですけどですね、発生前に無敵が切れるんで潰れるんですが、あさあお互い読みが太い、はあ、このエボジャパンの前哨戦ともいえるこの戦い。さあスコアさん立ち回り勝負ならいけると踏んで虎の子のゲージを吐くが、おお、ダッシュリー投げ、さあゲージがなかったら補正切りに行く。対してレオナは NC から発動、ボルテック見てから、覇王昇降拳、そうなんです、あんな技あるんですよあのキャラ、あんな技が強覇王昇降拳がストライカー中ガードしない距離を保ちながら、はい、そう、いやあれはボルテックランチャーはスパキャン効かないので暗転返しはできないです。さて1ゲージじゃしないが、そうですね、これは次の置き攻めで D サイド当たらない。さあロバートの残業が、残業がまだ続く。さあ弱流撃剣がつらい、いやこれつらいなさあ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 、あと一撃当てるだけでロバート倒せるんだが、飛びすぎた、まあいきますよね、幻影客から弱小流まで、さあまだまだ残業する気満々のロバート、残業どころか、残業どころか残業どころか、旋風脚、さあバイスノーゲージだとちょっとね攻め手がないんですよね。うわさあ、まあ、ND は置きたいところですね、はい、しゃがみ、うまいこと今台足を振ったスコアさんが偉すぎるですね、あの台足を潰す技が少ないんですが、さあでも5ゲージベニマルなら、5ゲージベニマルなら5ゲージベニマルなら全然ある、
さあこれ先ほどと似たような状況ですね。スコアさん側はゲージを使えるが、阿波尾さん側はゲージを温存しながら倒したい。これは先ほど見た流れです。ただ違うのはスコアさんは3ゲージない、1ゲージ使い。さあスコアさん側はどんだけ粘るか、阿波尾さんはどれだけ早く倒すか。さあ雷神剣が当たり、ジャンプビーで見えない。めくったんですか。さあ、さあまだまだゲージが残っている。どうする？使わない。1ゲージ。うん、さあ出しから入って、これはねまだ生きてるんです。うん、さあ。距離 D から発動大パン。勝ったな。優勝はそうですね、優勝はですね、これは優勝はスコアさんでした。おめでとうございます。いい試合でした。表彰式までやっちゃいます、やっちゃいましょうか。勝ったのはスコア。はいですね。さんの、はい、名前を呼びながら、はい、これ表彰はもう勝手にやっていいのかな。ちょっと聞きましょうか。はい、では、動画の皆さんに、お伝えしますね。1位スコア、2位阿波尾、3位工事慶応、4位三橋、そして、5位同率がカパ広野、7位同率がケツ平方タイガーです。この今言った8名は、それでは、表彰式の方に移りたいと思います。さあ表彰式いきましょう。まあまあ、じゃあ、商品のある、8位になるかな、これは8位からだね。8位からの、方を呼びたいと思います。平方タイガーさん、K2 さん、6位、ヒロドウさん、5位になりますね、カパさん、4位、三橋さん、3位、KOG、そして、準優勝、阿波尾さんに、優勝されたのはスコアさんとなります。こちらまでお願いします。ここにしましょうか。もう一度いたします、7位になります、平方タイガーさん、K2 さん、5位、ヒロドウさん、カパさん、4位、三橋さん、3位、コーチ KOG、2位、準優勝、阿波尾さん、優勝スコアさんは、こちらの方までお願いします。またその間違ってない、毎回間違うもんな。株式会社 SLK 様のご支援により、
ケッツさん、ケッツ選手、そして平方タイガー選手には賞金の方を進めさせていただきます。おめでとうございます。そうですね、念のためにでは、タメさん2人こちらのもまた初はい、ありがとうございます。おめでとうございます。次5位タイ、はい、では5位タイ、カパ選手、そしてヒロノー選手、前までお願いします。元取れました入場料入場料5位タイの方には株式会社 SDK 様よりもより賞金、そしてタペストリーの方をプレゼントさせていただきます。おめでとうございます。ドリバックジャンプチームを忘れてやれても通常のインターを怒りましたね。通常のインターだからありがとうございます。いや、俺、めっちゃ孫いやべえ、お目に入れたら何を投げてたら職人はい、続きまして第4位決勝良かったね、なんかミツハシ選手、おめでとうございます。マジか、毎回ミツハシ選手は慣れて、アマサキは帰らないし、途中からアマパート戦法やりたくなってきた。 T シャツを選んでいただくと負けなさいよ。一生順番変えないで、とりあえず飲み物飲みたいからボタン1個持ってみよう。俺、割と今やりたいキャラ戦法でやってる感じ。カメラこの工事式、なかなか行きます、ね、やりたいやつや気分で。これさ、そんな理由だったっけ。ありがとうございます。一瞬で死にました。一瞬で死にました。はい、続きまして第3位、王子 KOG 選手、おめでとうございます。王子 KOG 選手も279、3位の賞金と、そして T シャツをいただきます。助けたってことで、M ダッシュ、 M 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 ダッシュ、はい、ありがとうございました。準優勝クローネ阿波尾選手、おめでとうございます。はい、準優勝の阿波尾選手が1番で、7割2位の賞金と、同じく T シャツをプレゼントさせていただきます。おめでとうございます。
皆さんお疲れ様です。キングオブファイターズが終わりまして、これから、マーブルの方の配信に移ります。ハーティアです。これから、マーブル vs インフィニティトップ8の方の、配信の方を行っていきます。はあ、というわけで、